はい、というわけで皆さんこんにちは、サーキングでございます。さて今回の動画なんですが、タイトルにも書いてある通り NMB48 の現役メンバーみんなを語ろうシリーズをお届けしていきたいと思います。第10弾となる今回はこの子をピックアップさせていただきたいと思います。最後の3期生加藤優香ちゃんでございます。 NMB48 の最後の3期生に当たりますこのうーかちゃんですが、2023年8月1日火曜日、うーかちゃんの26歳の誕生日の日に NMB48 を卒業するということになっております。約11年半のアイドル人生をこの日で終えてしまうということで非常に寂しくなりますし、あ、もうちょっとうーかちゃんの現役姿見たい気持ちもあったなぁとは思いますが、まあ、この約11年半 NMB48 の中心メンバーとして活躍してきたその姿っていうのは一生忘れることはないですし、これからの人生も明るい未来が待ってることを心から願っているということでございますので、まあ、それらのうーかちゃんへの今までの感謝の気持ちと、そしてこれからの未来が明るくなる、そういうことを信じてこの企画をお届けしていきたいと、そういうふうに思います。というわけで今回の動画はですね、NMB48 の現役メンバーみんなを語ろう第10弾加藤優香ちゃんでございます。それでは早速本編参りましょう。はい、というわけで今回もどうぞよろしくお願いします。まずは加藤優香ちゃんの基本的なプロフィールから。1997年8月1日生まれの26歳、血液型は A 型。2011年12月 NMB48 の3期生オーディションに合格し、2012年2月18日にお披露目されました。23人で始まった3期生も年々卒業していき、現在ではうーかちゃんただ一人となりました。現役最後の3期生であるうーかちゃんが卒業することで、3期生は全員が卒業するということになります。2012年に晴れて3期生としてデビューを果たしたうーかちゃん、加入当初から存在感を発揮しており、同年8月8日に発売されたフィフスシングルバージニティにてシングル表題曲への初選抜を果たします。ここからうーかちゃんの歴史的快挙が始まっていったのでした。バージニティでの初選抜以降も選抜に選ばれ続け、いつしか選抜ではなくてはならない存在となっていき、 NMB48 の中心的存在の一人となっていきました。その後も選抜落ちすることなく選抜メンバーに入り続け、連続選抜メンバー回数の数字をどんどんと伸ばしていき、最終的に23作連続選抜入りというまさに前人未到ともいえる記録を打ち立てたのでした。うーかちゃん自身もこの記録に大きな誇りを持っているようで、ナンバトル2決勝大会や卒業コンサートなどにおいても自らこの話題に触れておりました。ちなみにラストシングルは昨年9月に発売された川上千尋ちゃんセンターの27枚目シングル好きだ虫でございました。 NMB の歴史の中にうーかちゃんあり、そう思わせてくれる素晴らしい記録だとそう思います。うーかちゃんが生み出したとあるキャラクターがいます。そう、ハワーくんです。総選挙のポスターに登場したり、卒コンのグッズのデザインに採用されたりなど、うーかちゃんの大事な局面にはいつもハワーくんがいました。それだけ大切な存在ということですね。これからもハワーくんはうーかちゃんのそばに寄り添い続けます。うーかちゃんの公式 YouTube チャンネルでは特技のヨガを生かした様々な動画が投稿されておりまして、ご覧いただいている通り様々なジャンルの動画が投稿されている中で、やはりヨガや健康という内容が多いなという印象を感じるものです。まあ、もちろんアイドルですからそれだけにとどまってはおりませんが、うーかちゃんのやりたいこと、それが伝わってくるかなと、そういうふうに思う部分でございます。皆さんもうーかちゃんのヨガの動画を見ながら健康な体を保っていきましょう。舞台やミュージカルでの活躍も目まぐるしいうーかちゃん、その中でも特に昨年5月に行われた吉本新喜劇さんとのミュージカルグレイテストなショーマンでの活躍は素晴らしいものがありました。演技力はさることながら歌唱力でも圧倒的な存在感を見せつけ、とある記事のタイトルに覚醒という文字が使われるくらい凄まじいパフォーマンスを見せてくれました。あのうーかちゃんには本当に心の底から感動いたしました。あの姿は一生忘れることはないでしょうね。
先日2023年6月14日にファースト写真集心に秘めたものを発売したうーかちゃん、実は3年前の七夕の短冊に写真集が出せますようにという願い事をしていました。3年越しにようやく念願が叶ったということになりますね。改めてファースト写真集発売おめでとうございます。この写真集ではうーかちゃんの様々な魅力がたっぷり詰まっていて非常に素晴らしい内容となっておりますので、まだゲットされていない方はぜひともゲットをしていただきたいなと、そういうふうに思うもんでございます。まあ発表段階で様々なことがあったこの写真集でしたが、無事発売できて本当に良かったなと思います。改めておめでとう。うーかちゃんにとって一番大切なユニットというのがあります。それが NMB48 が誇るダンスユニットダンサブルでございます。このダンサブルというユニットができたきっかけというのが2018年10月に開催されたさやかちゃんの卒業コンサートにおいて、ダンスの上手いメンバーが集められ野蛮な求愛という楽曲を披露したことなんですね。それに大きな刺激を受けたうーかちゃんがダンスユニットを作ってみたいと思い立ち、盟友石田優美ちゃんと共にメンバーを集め結成されたのがダンサブルなんですね。2018年12月に結成されると、その1年後の2019年12月に梅田クラブクワトロにてファーストアニバーサリーライブを行いました。僕の個人的な意見になるんですけれども、ダンサブルっていうユニット本当できてよかったなって。だってご覧ください、このかっこよさ。様々なユニットが今まであった中でも最強ユニットって言っていいのかなと思います。うーかちゃんの卒業によりダンサブルはラストとなってしまいますが、またいつかこのメンバーでダンスをバキバキ踊っている姿を見せてほしいなと、そういうふうに思います。ダンサブルは永久に不滅です。約11年半 NMB48 として、そしてアイドルとして走り続けてきたうーかちゃん、そんなうかちゃんにもついにこの時がやってきました。2023年5月2日 NMB48 ライブ2023とどろけミックスにおいて卒業を発表しました。そして2023年7月15日 NMB48 加藤優香卒業コンサートうーかに浮かれっぱなしをゼップ大阪 V サイドにて開催しました。うーかちゃんが駆け抜けてきた約11年半の全てが詰まった笑顔と感動に満ち溢れた素晴らしい卒業コンサートとなりました。これをもって NMB48 メンバー全員との大きなライブは最後となりました。次のライブからはうーかちゃんがいなくなるということで非常に寂しくなりますし、未だに実感が湧きません。そして2023年7月25日ダンサブルによるラストライブダンサブルライブ2023アフターレインを開催。6人揃っての優しさの稲妻など合計24曲、最後の最後に素晴らしいパフォーマンスを見せてくれました。ガオガオプリンセスや岡山仕事なども次々とラストを迎えていき、うーかちゃんの最後の日が刻一刻と迫っていきます。そして本日ついにその日がやってきてしまいました。2023年8月1日火曜日、チーム N 夢中ライブ公演にて生誕祭&卒業公演が行われ、その公演をもって NMB48 を卒業します。うーかちゃんがこの約11年半で見せてくれたその姿、私たちは一生忘れることはありません。今まで本当にありがとうございました。これからもその最高の笑顔で私たちをうかうかさせてください。約11年半本当にお疲れ様でした。これからもうーかちゃんらしく無理せずファイトです。はい、というわけで今回の動画はここまででございます。いや、本当にもうすぐ卒業しちゃうんですよね。卒業コンサートの方も先日無事終えまして、そしてダンサブルのライブの方も終えました。残すは卒業公演のみということになっているんですが、本当に未だに全く実感が湧かなくて、うーかちゃんのいない NMB というのは想像が全くできないなというところでございますが、とにかくですね、約11年半 NMB48 の中心メンバーとして引っ張り続けてくれたうーかちゃんには本当に心の底から感謝しかないし、これからも明るい未来が待っていてほしいなと、そういう風に願うばかりでございます。改めまして今まで本当にありがとうございました。これからもいろいろあると思いますが、うーかちゃんらしく無理せず頑張っていってください。ファイトです。それでは締めくくっていきましょう。はい、というわけで今回の動画はこの辺りで締めさせていただきたいという風におまけでございます。はい、というわけで今回の動画はですね、 NMB48 の現役メンバーみんなを語ろうの第10弾
加藤優香ちゃん、ウーカちゃんをピックアップさせていただきましたと、そういう内容でございました。ほんまに何遍も言いますが、本当に今までありがとうございました。これからもウーカちゃんらしく無理せずどうぞ頑張っていってほしいと思います。心の底から応援しています。それでは締めくくっていきましょう。はい、というわけで今回の動画はここまでです。ご視聴いただきましてありがとうございました。次回も楽しんでいきましょう。ありがとうございました。